四国の西部、愛媛県伊方町。日本一細長いと言われる佐田岬半島の付け根部分に立つのが、四国唯一の原子力発電所、伊方発電所です。伊方発電所は四国地域の皆様に安定的に電気をお届けする重要な役割を担っています。安全性の確保を大前提に発電所を運転する私たちは、安全対策に終わりはないという強い決意のもと、発電所の安全性、信頼性向上に努めています。原子力発電所の安全確保の基本は、原子炉を止める、燃料を冷やす、放射性物質を閉じ込めることです。私たちが教訓とする東京電力福島第一原子力発電所の事故。当時、福島第一原子力発電所は地震の揺れを感知し、自動的に原子炉を止めることに成功しました。また地震の影響で外部からの電力供給が停止したものの、発電所内にある非常用ディーゼル発電機が自動的に起動し、必要な電力を確保、燃料を冷やすこともできていました。しかし、その後に起こった津波の影響で非常用ディーゼル発電機などが浸水し、全ての電源を失うとともに、必要なポンプも使用できなくなり、燃料を冷やすことができなくなりました。こうした状況が長く続いたため、燃料が高い熱によって溶け、原子炉の中心部が損傷、放射性物質を閉じ込めることができなくなり、重大な事故に至りました。この事故の教訓や海外の知見などを踏まえ、国の原子力規制委員会により、原子力発電所に対する安全規制が全面的に見直され、現在新しい規制基準が運用されています。伊方発電所ではこれまでも非常用の電源や冷却手段を確保するなど、重大な事故を起こさないための対策を講じてきましたが、これら従来の備えに加え、国の新しい規制基準に適合することはもちろん、さらに自主的な対策も講じることで、一層の安全性向上を図っています。ここからは国の新基準への適合など、伊方発電所のさらなる安全確保に向けた7項目の取り組みについてご紹介します。まず、地震の揺れに備えて。伊方発電所は佐田岬半島の瀬戸内海側に立地しています。発電所の建設にあたっては、考えられる地震の影響を設計に取り込むため、入念に地質の調査を行いました。その結果をもとに、強固な岩盤の上に発電所を建設しました。なぜ岩盤の上なのでしょうか。大きな地震が発生した場合でも、柔らかい地盤に立つ建物に比べ、硬い岩盤の上にある発電所では揺れが2分の1から3分の1程度となるためです。伊方発電所では過去の地震や活断層の存在により、震源が特定されている3つの地震、伊方発電所のおよそ8キロメートル沖合を通る中央構造線断層帯と別府羽山断層帯を震源とする地震、1649年に発生した安芸伊予の地震、南海・東南海地震などの南海トラフのプレート境界断層を震源とする地震、これらを詳細に調査した上で、より厳しい条件を設定し、最大規模の地震の揺れとして最大で650ガルの基準地震度を策定しました。またこれまで国内で発生した地震のうち、活断層との関係が不明確であった地震が伊方発電所のすぐ近くで起こった場合の揺れも考慮し、
震源を特定せず策定する地震動として基準地震動に加えました。さらに安全上重要な機器は考えられる最大クラスの地震の揺れにも耐えられる高い耐震性を持っていますが、より耐震性に余裕を持たせるための当社独自の対策も行っています。3号機についてはこれまでに確認している蒸気発生機など安全上重要な設備に加え、水素処理装置など重大事故等対処設備についてもおおむね1000ガルの揺れにおいてその機能が保てるか確認し、必要なものには耐震性向上工事を実施しました。浸水を防ぐために、伊方発電所における最大の津波は中央構造線の海域活断層による津波と地滑りによる津波が重なった場合で、およそ海抜 8.1 メートルと評価しています。これに対し原子炉などの安全上重要な設備は海抜10メートル以上の場所に設置していますので、津波の影響はないと考えています。しかし万が一にも安全上重要な設備が浸水することのないよう、こうした設備のある部屋の入り口を厚さ15センチメートルの水密扉へ取り替えたり、防水シール施工により配管と壁の隙間を樹脂などで塞ぐといった対策を行いました。特に非常用ディーゼル発電機を設置している建屋には厚さ35センチメートルの大型水密扉を取り付けました。また屋外タンクの破損により溢れた水で海水ポンプが浸水し使用できなくなることを防ぐため、海水ピットを囲む堰を設置しました。電源を確保するために、福島第一原子力発電所では地震により発生した盛り土の崩落を受けて送電鉄塔が倒れ、津波により非常用ディーゼル発電機などが浸水し発電所内のすべての電源を失いました。このことが重大な事故につながったと考えられています。このため伊方発電所では外部からの電源の多様化を図るため、これまでにあった送電線に加え災害の時にも復旧の早い配電線の敷設などの対策を行いました。さらに地滑りなどによって倒れる鉄塔がないかを確認し地盤を補強する対策も行っています。万が一これら外部から送られる電気が停止したとします。この場合3号機では従来より設置している2台の非常用ディーゼル発電機が起動します。しかしこれらが起動しない場合に備え、津波が来ない高台に燃料を冷やすために必要なポンプなどに電気を供給することができる空冷式非常用発電装置を設置しました。さらに非常用ガスタービン発電機を設置し電源の多様化を図っています。このほか電源が失われた場合でも発電所の状態を監視する計測機等を24時間動かすことができる蓄電池を増設しました。燃料を安定的に冷却するために、津波による浸水で冷却に必要なポンプが使えなくなった福島第一原子力発電所での事故を踏まえ、伊方発電所ではもともと設置されているポンプが全て使えなくなった場合でも燃料を冷やすことができるよう対策を講じました。まず淡水タンクや海から水を汲み上げ、原子炉や使用済み燃料プールへ直接注水することができる中型ポンプ車や加圧ポンプ車をそれぞれ複数台配備しました。また蒸気発生機へ注水するポンプを設置したほか、海水を汲み上げる水中ポンプも配備しています。このほか使用済み燃料プールの水が減少した際にポンプ車からの水を燃料にかける持ち運びが可能な小型放水砲を配備するとともに常設放水砲も設置しました。
重大事故に備えて。伊方発電所では地震の揺れや浸水への対策、電源と冷却手段の多重化、多様化により安全を確保していますが、炉心の損傷に至るような万一の重大事故に備えた対策も講じています。具体的には、重大事故の際に原子炉格納容器の破損を防止するため、水素爆発が起きないよう、原子炉格納容器内に溜まった水素を減少させる装置を取り付けたほか、格納容器内に冷却水を散布して、内部の圧力上昇を抑える装置に水を送る季節のポンプに加え、新たに代替となるポンプも設置しました。また万一原子炉格納容器が破損したとしても、放射性物質の外部への拡散を抑えるため、破損部に水をかける大型放水砲と大型ポンプ車も配備しました。このほか、地震による瓦礫の散乱などに備え、瓦礫撤去用のホイールローダやバックホーなどの重機も複数配備しました。重大事故時の対応の拠点としては、発電所の状況を把握する設備を備え、高い耐震性と放射線の遮蔽機能を持つ緊急時対策所を設置しました。さらに、航空機の衝突やテロによって既存の設備が使えない事態となっても、重大事故による原子炉格納容器の破損を防止するための機能を有する特定重大事故等対処施設を新たに設けました。例えば万一炉心損傷等が発生し、格納容器内の圧力が異常に上昇した場合にも、フィルタを介して放射性物質を低減させながら内部の空気を抜いて圧力を下げるフィルタ付きベント設備を設置するなどの対策を講じています。自然現象、火災に備えて。伊方発電所では地震や津波だけではなく、その他の自然現象や火災にも備えています。例えば秒速100メートルの竜巻による飛来物から設備を守るため防護材を取り付けたり、竜巻により飛ばされないよう設備を固定しました。森林火災対策では、周辺の森林火災から建物や設備への延焼を防止するため、建物などの周辺およそ35メートルにある樹木を伐採し、モルタルを吹き付けました。また設備の火災対策として、火災感知器の多様化や自動消火装置の増設を行いました。さらに火山の噴火で空気中の火山灰濃度が非常に高くなった場合でも、運転のために外気を取り込む必要がある非常用ディーゼル発電機の機能を確実に維持できるよう、着脱可能で高性能な火山灰フィルターを導入しました。訓練の実施。安全性の向上には設備を取り扱う従業員の対応が重要となることから、伊方発電所では重大事故などさまざまな事態を想定した訓練を通して対応の手順を確認し、緊急時に備えています。全交流電源の喪失を想定したシミュレータ訓練や、火災発生を想定した消火訓練、夜間に携帯用の照明だけで作業する訓練などを行うとともに、国や自治体の訓練にも参加し、従業員の対応力を高めています。また原子力発電所の運転には地域の皆様のご理解も必要です。四国電力では伊方発電所のトラブルなど正常状態以外の事象が発生した場合、愛媛県と伊方町などにその情報を直ちに通報連絡しています。このほか伊方町や八幡浜市など周辺地域の各ご家庭を訪問しての対話活動なども行っています。私たちが何よりも大切にしているのは、発電所の安全を確保すること。働く一人一人が安全に対する高い意識を持ち、安全を最優先にする文化と、
これまで培ってきた技術力を次の世代にも確実に引き継ぎながら、皆様にご信頼いただけるより良い発電所を目指す取り組みを続けていきます。人々の暮らしをこれからも支え続ける。私たち四国電力は地域の一員として、これからも地域と共に歩んでまいります。